人生で一番やばかった瞬間とかってどういう時ですか？その逮捕とか喧嘩とか。やっぱりサハラの強盗に会った時かな。もうホットのパンツ一つだからね。でも本当にこう身ぐるみす剥がさごれいてみたいね。な。それで砂漠の真ん中でパンツ一つになってショートパンツだよな。どうしようかと思ったけれど、しかしその僕はその時にそれでもなおかつ歩いて端まで行くって思ったっていうのは、まあ立派って言えば立派っていうかな。次の朝部落を見つけたら、あんたが焚き火を焚いたのが火が見えたっていうね、言って女のお母さんが抱いてくれた時嬉しかったな。ちなみに火ってどうやって起こしたんですか？荷物なんもない状その途中でバスにあってな、態。タバコ3本とバナナとか、バスに乗ってその次のとこに行きなさいって言ったんだけど、僕は歩いてきたんだから最後までここでバスに乗るの嫌だって言って、俺は死んでも歩いていくって言って、バスがあるんだから、どっか、村に着くはずだから、俺はそこまで歩いていくって言って、1日半歩いたんだけど、で途中の、夜寝る時に寒くてな、相良っていうところパンツ一つで、でその時タバコ3本とマッチもらってな、でそのちょっと今ど忘れしたけど、そういう砂漠のラクダ草っていうのを燃やして。燃やす前にベッドを作って何こう重ねて、そこで寝てて火燃やして、砂掘って砂の掘らないと風があるから火がつかないんだけど、そこでこう火を炙ってした時に、あんまり心強くなかったね。でどうしようかと思ったけれど、その時は一番強かったんじゃないかな。その後50日間その強盗犯人を探すのに、9人のおまわりが、スーダンのおまわりが1ヶ月間52時間村に滞在して探してくれてね。見つかったんですか？犯人。犯人は見つかったけど、金知らないって言うんだよ。で、ドラムのチェック。